チー・フダン・ジョージはカナダ出身の俳優である。1971年に出演した小さな巨人ではアカデミー助演団優勝にノミネートされている。1899年、ブリティッシュ・コロンビア州のノース・バンクーバー生まれ。もともとはスラフートという名字だったが、5歳の時にカナダ国内のネイティブ専用の学校に入学する際にジョージに変更している。 俳優になる前は、スクールバスの運転手や沖縄市など様々な職を経験した。1960年、すでに、ジョージ自身は60歳を超えていたが、テレビシリーズのケリブカントリーで俳優デビュー。その後もそこまで多くはないが、俳優活動を継続させ、1970年に、ダスティン・ホフマン、フェーダ・ナウェーラーが出演する、小さな巨人へ出演。 その演技が高い評価を受けて、翌年のゴールデングローブ賞とアカデミー、助演団優勝にノミネートされた。その効果もあってか1970年代は、様々な出演作品にも恵まれ、順調に出演作を増やしている。1981年、ブリティッシュコロンビア州のバンクーバーにて死去。82歳だった。ありがとうございます。